毎度セイリーです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況ありましょう。来てるよこれ、来てるね。限定武器ガチャ来てます。オークションが終わった次の日に来てますね。で今回はルガールとシュンウェイとダイモンですね。これダイモンはなんでかなと思ったんですけどね、ダイモン使っていけってことルガールに結構強そうですけどね、確かに。で今日この後アップデートあるんですけど、そこのアップデートで、シンゴのね啓蒙が解放されます。でシンゴの武器ガチャももしかしたらね一緒に来るんじゃないかと、ね思われてたんですけど、まあでも来なかったですね。さすがにそのやっぱ固めては来ないっていうことかな。で今回ルガール来て、でこのルガールの武器ガチャが終わった後同時ぐらいにシンゴが、多分来ますね。4日後かな、だから4日後からシンゴの武器ガチャが来ると思うんで、今回はこのねルガールの武器を僕は取りに行きます。4日後には信号の武器も取って啓蒙を開けるつもりなんで、まあ今の段階で信号の啓蒙がどういう性能か分かってないけど、とりあえずこのルガールの武器は必須なんでね、今から回していきます。いやーでもやりたくないな、もう2万3000台はなくなりますからねほんまにこのイベントだけはねほんまにきついですね。で一応キャラはね天井行かなかったんで、まあ武器もね、もしかしたらチャンスはあるかなとかね思ってるんですが、で今日からまたダイヤ消費ボーナスも来てるんでね、まあこんな感じか、いつもの内容と一緒ですね、ダイヤ消費ボーナスも。じゃあ行きますか武器ガチャ、もう行こうか、やるしかないんで行きましょうか。で一応アイコンをね、ルガールのガチャ引いた時に、ねこれにしたらねアイコンをこの子にしたら、すぐ出てきたんで、もしかしたら今回もねワンチャンあるかなと思って赤ずきんでやってます。じゃあ行こうか。一応5枚だけ武器型チケット持ってますんで、ダイヤで言うたら22,800ぐらいかな天井が。じゃあ早速行きましょうか。もう、たまにはね紙出したいんですけど、いつも言うてるけどね、行きます。じゃあもう行こう、チャット行こう、チャッといったら出るかも。うわい、いきなり3個出ている。超合金愛の魂ね、いいね、なかなかかっこいいですね武器が。ではもうこっからはダイヤかかるんでいきます。いけ、さあいけ、久々のどう、おっだだ、うわい、万能あるやんけこれ。おい、久々に動画撮ってるんですけどね、いつもだいたい生配信でやってるんですけど、今日はね初心に戻って動画でやってます。うん、お、柔道本、ああ柔道は剣闘本か、ルガールは。ああ万能いらないなほんまに。さあ行こう。ほんまたまにはね、10回以内に出したいっすね。ゲーニッツは出てきたんですけどね、10回以内に。ゲーニッツぐらいやなほんまに。さあ来い、マジで天井やめてくれ、行け。もう天井やったらナイルで、もう天井やったらもう信号も行かなあかんし、この後ね、まあ、このあと何日後かに信号も取らなあかんから、まあ、ここでダイヤ消費をやっぱ抑えたい極力。再建もう戻らないです画面、画面戻っちゃうと何ダイヤ消費してるか分かるんで、もうこのまま行きます。あでも一呼吸置きたいな、ちょっとね、ちょっとここで1回だけ戻りましょう。うん、5万6000か今、何本あったかな、もともとダイヤ何本あったか分からない。ちょっとここらでじゃあ最後の悪あがきしていこう、最後の悪あがき。ね、この今日はね、チェンジや。よし。京都、水地チェンジや。ちょっと笑いが来させてください。ほんまに。赤ずきんちゃんがでも、あれっすよね。アイコンでよかったから、ちょっと、ここで調整してみようか。乱数調整のために。これ出るぞ。マジで。神引きしちゃうぞ。いましたね、ハイデルン。これはもうルガールの敵でしょ。ルガールをやっつけるって意味でハイデルン入れよう。そしたら武器ガチャもやっつけれるかもしれない。あとは最後の1体、これもうキャラいすぎて、でもね探すのにも一苦労するね、ほんまに探しきれないんちゃうか。いました、 OK。 さあこれだ、ルガールパーティーはこれだルガールパーティー、山崎はあんま関与してないんかなね、ルガールと。どうなんかな、あんまり関与してないか。山崎もじゃあ変えとかなあかんな、これ。あんまり関係なさそうなんで。
ルガールにゆかりのあるキャラを入れて、さあ町は、秘書でしょ、いきます、これで間違いなく出るから行こう。もうこっからは画面戻りません。行きます、行け、一発で出ろ、ドアー、まあ頼む、ほんまに早く出て、もうほんまに冗談抜きで早く出て、お願いします、頼む。卵、えっ、出た、え、出てる、完全に出てる。はあ、神引きやないかーい。やりました、ちょっと待って、え、やりました、マジで願掛けめちゃめちゃ効果あった、いや出たって、いやマジ嬉しいわこれ。いや僕ルガールやっぱキャラも割と早かったんで武器もあるんじゃないかとね思ってたんですけど、ありましたよ、ありがとうございます。ちょっとこれ押すまででも武器かわからないからね、これ押したら万能破片になる可能性あるからちょっとだけ心配っすね。ちょっとゆっくり押すわ、いきます、ゆっくり、触れるか触れへんかぐらいでタッチ、わー武器やった、きた、よっしゃー、よし、めちゃくちゃ嬉しいんやけど、ちょっと待って、マジでこれ神でしょ。なんぼ消費した、行きますよ、行きますよ、ちょっとなんぼ消費したか見に行きますよ、ちょ待って、絶対神、絶対神、やばい、震えてる、ちょ待って、はい来たー、6500ダイヤ来たー、よっしゃ、マジで嬉しい、こんなことが僕に起こるとは、このゲームやっててよかった。何回これ、何回、10回、11回かな、あーやりました、皆様ありがとうございます、やりました、できれば生配信でやりたかったけど、あーまあしゃあない、これはちょっと生配信撮る時間なかったんでね、もうでもほんまに嬉しい、いやマジでありがとうございます、ちょっともう涙出てきそうっすわ、出ないけど出ないんかー言うて、もうテンションハイっすよ今、これやりましたよ皆さん、願掛け真似して、まだ回してない方真似して、これ完全にこれルガールをまずね壁に置いて、そしてルガールを倒す、ハイデルン大事で、僕の、超ね運気を高めるキャラチャンコーハン、そしてここにね女性キャラの秘書、このストライカーはねもうねこれ何でもいいっす、まあでもこのやっぱマチュアがやってくれたんかな、もしかしたら、でこのマチュアちなみにね LR じゃダメっすよ、この R マチュアっすね、これでちょっと真似してください、いやーちょっと見せれたで、でも超引きっすよね、もう一回見てこれ、ほら消費ダイヤ6500、安っ、ルガールの武器安っありがとうございます、いやほんまに嬉しいわ、もうマジで嬉しい、いやちょっとじゃあ覚醒しよう、うん、もう電池もないわ、ほらもう僕のテンション上がりすぎて電池の消費がもう3倍4倍になってるわ、じゃあちょっと装備します、はい来た、超合金アイ、はい来た、いやマジでこれはねもう即死効果やばいっすよ本当に、で一応バトル動画もねこの後撮りますんで、ねただね編成がちょっと迷っています今正直、まあそれも全部考えた上で、まあ考えるような内容でバトル動画、撮ろうと思います、今後だから編成ねいろんなこの候補が出てきてるので、まあその辺も話していければなと思います、ってことで今回ねほんまにね、いやほんまびっくり、自分が一番びっくりしてますからね、まあ視聴者さんもびっくりしてると思うけど、何より一番びっくりしてるのは僕ですから、だってこれほんまに今までゲニとこのルガールの武器ぐらいなんですよ、こんな早いの、あとゼロかな、 UR のゼロが早かったけど、まあそれ言うて UR やしめちゃくちゃ前ね、5年ぐらい前ですけど、まあ直近で言うとねゲニしかなかったんですよ LR では、まあでも今回本当にいい結果になりましたね、皆さんありがとうございます、よしじゃあ頑張っているガール、育てますんでね、今後もこのルガールを見守ってください、そして次はおそらくバトル動画出しますのでね、よかったらそちらも見てください、で新御啓門はこの後3時からのアップデートで解放されますから、どうかな、新御啓門さっき解説してもいいけどな、まあ、ちょっと前後するかもしれないけど、
まあ、よかったらね動画見てください。では、今回この辺りで終わります。本当にありがとうございます。ルガール様様です。ありがとうございます。ではご視聴ありがとうございました。